です聖書ライフへようこそ聖書を通してイエスを知りたいイエスの命を体験したいそんなことをそんな目的を持って聖書の全体を見ていっています一緒一緒がどのように私たちをイエスに指さしていくものかまたイエスに私たちがどのように今日も聞いて従うことができるようになるかを学んでいきたいです。聖書は今日の 今の私たちに語るものだと信じています。今日もその聖書から見ていき、もっとイエスを知り、もっとイエスを理解できるようになっていきたいです。最近は、えー、預言者の書を見ています。小預言者の書十二章ありますけど、その十二、えー、章を見ていっています。ホセアと奥さんの、えー、結婚関係のひどさを通して、イスラエルの民と神の、えー、関係が見られました。ヨエルでは主の日。 アモスでは不義と公正ヨナ一番短いオバディアではエドムの裁きについて見ましたヨナでは神から逃げるヨナまた神の大きな大きな愛を見ることができました2か所では特にリーダーたちの貪欲に対する裁きなどを見ました。ナナホムではヨナの100年後 ね悔い改めたニネベだけどもう一回傲慢なため神の裁きが来るよということを見ました「ハバクク書」では疑問いっぱいのハバククが神様にいろんな疑問を投げつけていくけど最後には静まれ神の大きさを見ろということを、えー体,験えー、体験するのを見ました「信仰が必要です」。ゼパニアでは、えー、神の裁き 神の裁きが、えー、国々に対して、えー、ユダに対して、ね、みんなにイルサレムに対してもあるということを見ました。その中でも最後に神様が回復の、えー、約束をされていくことを見ました。主の何身を避けることが、えー、どんだけ大切かを学び、悔い改めがない限り裁きと破滅の確実さを学びました。それと同時に神様の 愛の大きさをゼパニアで見ました。今回はハガイ書を見ていきます。ヘブル語で祭りという意味の名前のハガイさんですけど、えー、だいたいこれが紀元前の520年に書かれたとされています。旧約聖書ではオバ,オバデアに続き2番目に短いたったの2章の、えー、このハガイです。多分このハガイさんは70近い時にこれを書いたのではないかと言われています。 他の預言者の書に比べて結構わかりやすい破壊書です、えー、後でも見ていきますけどすんなりと読める箇所です破壊は預言者として短い期間しか活躍していなかったということをもうすごいユニークです数ヶ月だけでしたここからいろんなことを一緒に学んでいきましょう、はい、神様に従わなかったためバビロン法領となったユダの 民70年経って神様が約束したようにやっと捕虜から帰れることになりましたペルシャ王のクロスが帰還してもいいよと538年に、えー、法令を出しユダヤ人もエルサレムに戻ることが許されましたそこで神殿の再建も、えー、許されましたこれエズラ記の1章から6章でだいたいこのようなことが、えー、見ましたけどこのゼルバベルという人が えー、人々を導いて帰還して5万人ぐらいの人がゼルバブルと一緒にエルサレムに戻ったそこで、えー、神殿の再建なども始まって基礎も完成した2年間みんなで頑張ったけど周りの妨害などもあり中断してしまったそのまま十数年が過ぎていったそんな時にハガイが書いています。ハガイ書のまとめ とても簡単に一章の最初から十一節までが神様が破壊を通して「お前ら神殿の再建しろ」という,うメッセージを伝えていて一章の十二節から十五節を追って民がすぐ従う本当にこんなにすぐ神様の言葉を聞いて民が働くのって珍しいぐらい23日間で民が動き出して神の神殿の再建に 移行したとということを見ます2章では、えー、動き出した神の民に対して励ましと、えー、祝福の、えー、チャレンジです、ねえー、が見られます。もうちょっと、えー、深く読みたい人は、こ実はハガイさんは4つのメッセージを人々に伝えるように神様から与えられています。1つが神殿再建しろというメッセージ。2つ目が 栄光,栄光の約束が2章の1節から9節まで見られますまた十節から2章の10節から19節で祝福の約束20節から23節ではゼルバベルへの祝福の約束をこの4つのメッセージにも分けられることができますでもこの4つのメッセージも本当に数ヶ月の間で えー、語ったもので本当に活躍期間が短かったハガイさんです特にこのハガイまたえず、ー、ラキなどを読んでいっていく中で理解しないといけないのがゼルバベルゼルバベルさっきも言いましたけどゼルバベルさん、えー、このゼルバベルさんは政治的指導者だったリーダーだった政治的にみんなを導いていく人だったまた、えー、大祭司ヨシャという人がねえー えー、ホーツアダックの子,ーツアダークの子大祭司ヨシアが宗教的な指導者として、えー、人々を持ちまたハガイの、えー、メッセージをみんなに「あそうだやろう」というふうに、えー、人をかきたてるのを手伝っていったことを見ますここから学べることここ羽貝から学べることっていうのは特に大切な私たちにも語られることが優先順位。 優先順位、ね、私たちは優先順位何にしてますかハガイでのメッセージハガイが神に与えられたメッセージ伝えないといけない理由はイスラエルユダの人たちが神様の神殿を神様の命令を優先順位の一番にしなかった問題は周りからあった妨害や迫害ではなかったそれは言い訳であって問題は 内なるる心の問題につながることだった十数年間何も従わなかったその間食料も少なかった収穫も少なかった酒もなかったもういろんな意味で仕事労力が無駄だった虚なしかったそんな人たちこれはね遡ると新明期の28章の終わりで神を背く時の呪いが全部実現しているだけ。 それをハガイが書いててだから今日から神様に従い再建しろ、ね、そしたら私は祝福するよこのあと今日からあと私はあなたを祝福するよというふうに神様が、えー、ハガイを通して、えー、2章の19節で約束していますでも私たちも同じように分からないといけないのが自分のこと 人生いろんな問題いっぱいあります生きてる中いろんなことあるけどその中でどんな優先順位持っていってますかユダの人たちみたいに自分の家を建てるので精一杯で神様は忘れてますかそれだったら私たち悔い改めて神様に命じられたことをやる神様に命じられたことをやると必要なもの収穫食料全部が備えられる。 イエス様も、ね、神の国とその義を第一に求めそうすればこれらのものも与えられると約束されました同じように私たちが優先順位心の優先順位人生の優先順位を神様の計画にしていかないといけないということをこの「歯がイから学べます最後に、ね、大きさではなく神がいるかいないかが大切だということも学べます 神殿が破壊されたのが586年紀元前の586年という時でした再建が、えー、まあね6十何年6六年後の520年頃だったこの羽貝さん来たの70歳ぐらいの人っていうのは前の神殿を見てたソロモンの神殿の絵を見てて嘘だろこんなちっぽけな神殿どうすんだ意味がないよって言ってた人たちもいっぱいいたそうですででもその中で 神様が約束するのは私があなた方と共にいて私の霊がここにあるよ、ね、大きさは関係ない神様のいるかいないかが一番大事です私たちも外見気になったり、ね、教会のサイズだったり、ね、いろんなことで躊躇したりあああっちの人たち成功してるでもそれが大切なのではなく神様がいるかいないか 神様に従っているか従ってないかがとっても大切です。この「ガイ書」ではイエスに指を指しているところがあります。さっきも言ったゼルバベルさん。ゼルバベルさんはそんなに、えー、ゼルバベルで 2, 2章の23節で羽貝を通してこの世に励ましています。そののの日万軍の主の言葉 シェアルルティエルの子私ののゼルルバベルよ主の言葉私はあなたを選んであなたを印象とする私があなたを選んだから万軍の主の言葉印象っていうのは昔、ねね、印鑑みたいにつけてた指輪指輪で王の命令とか法律にし、ね、印を得るためのものでもいつも王様の身から離れないものだったそうです そんなように一緒にずっと一緒にあなたの権威として私が一緒にいたげるよまだ終わってないよ神様はこんな微妙なところに来てやっと神殿しか立たなかったけど約束した第2世サ,サムエルの7章で約束したダビデの実、えー、筋の王をまだ、えー、思い出させる箇所です私たちも一緒にいてくれる、ね、インマニュエルのイエス様もと。 出会い続けていきましょう神様が一緒にいて祝福してくれることを約束していることをこの「羽賀一書」から学べますとても簡単に読めると思うので是非読んで学んでいきましょう続けて聖書全体を通してイエスに出会いイエスに変えられていきましょう皆さんが本当にルールとしてではなく情報としてではなく 心からイエスに出会えることを祈っていますでは次回また一緒に聖書を見ていきましょうさよなら